47番中本ひねか中学3年生の15歳です。私は歌とダンスが大好きです。そして目力には自信があるので、私と目が合った人みんながキュンキュンしちゃうようなキラキラしたアイドルになることが私の目標です。私はおちょこちょいの もともとこう地元で歌とダンスやっていたので、なんだろうな、こうなんかすごい芸能界に入りたかったわけじゃないんですけど、でもアイドルってやっぱ歌って踊れるからいいなって思って受けました。最初の頃はすごく自分に自信があって、こう歌もダンスも私は何年もやってたしっていう経験もあったので、なんかいけるって思ってました。私はここのグループでなんかもっと上にいけるって思ったし、最初の一番最初に暫定選抜を決めるたんですね。オーディションの後すぐにそれに入れなくて、その理由が分かんなかったんです。私なんで落ちたんだろうって思ってました。もともと私こう一回目を見たらなかなか反らせられない人で、ずっと見ちゃうんだよねっていう話を番組の中でしたんですよ。乃木坂ってここっていうアンダーメンバーだけのウェブ番組があったんですけど、その中でしたら斉藤飛鳥ちゃんが、そうなんですよ、姫ちゃんビームしてくるんですよって言って、そのアイコンタクトがすごい目力が強いって意味で今してくるんですよって言ってきて、それになんかじゃあそれ必殺技にしたらいいじゃんってなって手がついたっていう感じですかね。20歳になってなる前かなった頃かくらいですかね。あんまり自分からやらないっていうだけで、こうあんま私そういうのいいですっていう感じじゃないんですけど、私こう乱発してたんです。それしかなかったからいろんなとこでやってたんですけど、なんかそれに頼らずにこうもっとトークで盛り上げたりとかできるようにならなきゃいけないかなっていうふうに思って、あんましなくなったんですけど、ファンの皆さんからよく聞かれるんですよね。なんか誰についてほしいって。誰でしょうね、誰なんだろうな逆に。いやオンリーワンですからね私もオーディションの時点で覚えてるんですよ。なんか全部審査が終わって、審査員の方たちのこう四角いエリアがあって、そこを一周回ってくださいって言われたんですよ。でみんなは結構なんかちょっとこう控えめっていうか自信なさそうにこう歩いてるのに対して、秘めたんだけはもうこう角曲がる時のこの首の振り方とかがなんかもうアイドルみたいな、だからなんか一番最初からなんかアイドルだなっていうイメージでした。11枚目のサードかな、で一番こうライブが盛り上がってたファースト、セカンド、サードを全部ここでやったので、懐かしいですね。あーなんかすごい燃えてたなーっていう思い出があります。はっ、これ客席、あーもうでも、
あそこ開けてもいいのかな。こう選抜に出る時の方がテレビに出られたりとか、こうお仕事も結構なんだろうな、忙しいとか、まあやりがいはもちろんあったんですけど、なんでしょうね、達成感ではないですけど、なんか選抜にいる頃よりもなんかこうあと一歩っていうとこで次はいけるかなってこうもがいてた頃の方がなんかすごく印象には残ってますね。なんだって言うとなんかその選抜の下みたいで、なんかその名前はどうなのとか、そんなんじゃないんだよみんなっていうのもあるんですけど、私にとってはこうなんか、いや私たちは選抜を目指してますよ、選抜に負けてないぐらい輝いてますよっていうのがあってこそだと思うので、こうなんて言ってるか分かんないですけど、伝わるかも分かんないですけど、なんでしょうね、なんかライブの後にすごい泣いちゃったことがあって、姫さんがその後に私なんて声をかけたらいいのか分かんなくて何も声をかけなかったんです。したらそのライブが終わって家に帰った後に姫さんからメールが来て、すごい自分の思いをなんか吐き出してくれて、なんかそれでちょっとは頼ってもらえて、だって自分で背負わずに私に話してくれたっていうことが嬉しくて、なんかそこでだんだん姫たんもなんだろう、みんなと一緒にアイドルをやる、自分一人でなんか背負うんじゃなくてみんなで乃木坂っていうアイドルをやってるっていう自覚が出てきたんだろうなと思って、グループについての話とかグループの今後についての話とかも二人でするようになって、あ、こっちから走ってきて、あー覚えてます覚えてます、これでハーってやったやつですよね。変わってないかな、うこ、あーそれっぽい、それっぽいです。自販機でもこんなにあったんですか、これ置いたのかな、あーなんかこんな感じだったかもしれない。私の自分のサイリウムカラーがピンクピンクなんですね。それで姫たんのセンター曲だからっていうことでピンクにこの曲になったらしてくださる方が、まあ、徐々に増えてきたんですけど、自分から言ったことはなかったんですけど、でも曲のイメージにもすごく合ってて、なんか切ないけど可愛らしい歌だったりするから、なんか毎回ライブで歌うのすごい楽しみにしていた曲で、やっぱりたら一番最後のもうこのオリジナルメンバーで最後で歌うのが東京ドームだったんですけど、その時に客席がもうブワーってピンクになってて、あすごい感動しました。なんかなんか綺麗だなって思ったし、その私はセンターで歌うことはなくなるけど、これからもなんかこの曲といえばピンクだなみたいなのを皆さんが思い出してくれたら
いいなって思ってます。11枚目で姫たんがセンターになったから、その時のアンダーライブ私一緒にいなかったけど、その直前までずっとなんか突然結構そういうなんか仲になって、でも実際になった時にやっぱり頑張ろうよみたいな、なんかやっぱりとかじゃないけど、なんか多分そのそういうつながりが多分あるんだろうなって勝手にそう思ってたから、うん。あそこの平らなとこですよね、多分踊ってたの。緑の方じゃなくてこっち側に。休業して春に、でもその頃はもちろん復帰して長くやるつもりで帰ってきたんですけど、だから復帰してからですかね、なんか活動する中でなんかなんだろう、自分の納得のいく結果が出せないなって、今の自分だとっていうのが私的になんかちょっと悔しかったので、それで、あ、ここかなっていうふうに思いました。春、夏、神宮のライブより前だったと思います。ライブ用の映像を撮ってる日でしたね。その時は結構空き時間があったので、一期生の欲望のリインカネーションっていう曲を撮影している時だったんですけど、その時に実はねっていう話を聞いて、最初は、びっくりしたっていうのもあるんですけど、なんとなく卒業を考えてたのかなっていうのをちょっとずつ考えていたというか気づいていたので、あー、やっぱりやめちゃうんだっていうのが最初の印象でした。ちょっと自分語りとお願いが多くなっちゃうんですけれども、まあ最後だし聞いてるかって思って聞いてくださいはい、そうですね、私は、通院を始めて3年半が経ちます。全然良くならなかったです。それがもうダメだなって、もうここまでだなって思ったのが卒業を決めたきっかけでした。私は誰にも相談せずに一人で決めました。そうですね、よく健康が第一とか言いますけれども、私にとっては健康でいることよりも乃木坂での活動が本当に一番だった。ここにいるとこの世界では私を必要としてくれる人がたくさんいました。姫たんが必要だよとか、姫たんだけ見てるよって言ってくれる人がたくさんいて、あ、私ここにいていいんだなって、私の帰ってくる場所はここなんだなって思うことができて、それが嬉しくて今日まで踏ん張ってやってこれました。でも正直思い返してみると辛いことの方が多かったなという気がします。特にここ1年はたくさん泣きました。ファンの皆さん、それぞれに推しメンがいると思います。メンバーと過ごす時間はすごくかけがえのないもので、でもそれに気づくのはタイムリミットを知ってから改めて気づくことがあるかもしれません。そんな時に後悔しないように、どうかたくさん日々メンバーに愛を伝えてあげてください。僕には私にはあなたが必要だよってたくさん言ってあげてください。そしてメンバーとファンの皆さんとでこれからも素敵な乃木坂46を作っていってください。最後に私を応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。そうですね、なんかその乃木坂で活動しててみんなそのなんだろう、
見ている方向性は違って、女優さんになりたい人もいるし、お芝居をしたい人もいるし、なんかタレントさんみたいな活動が楽しい子もいますけど、私はなんていうかこのアイドルでいられることがすごく楽しかったですよね。だからなんかそのでその中でも私の中でのアイドルって言ったらもう完成されていて、なんかちょっと手の届かないような、まあちょっと昔のアイドル像かもしれないですけど、そういう完璧で、なんだろう、誰が見てもあこの人はアイドルだなってみんなから認められるような、そんな理想像があったので、なんかそこに近づきたくてこう形から入ろうと思ってツインテールしてみたりとか、もともとの趣味でありましたけど、なんか可愛いお洋服いっぱい着たりとかやってたんですけど、でもなんかそれは素の自分とすごくかけ離れているとか、なんか無理をしているんじゃないかとかって言われることもあったんですけど、そんなことはなくて、むしろなんかそうやってアイドルに近づいてるかな今私っていう瞬間がすごくたまらなかったですね。なんか歌ってる時もそうだし、握手してる時も何してる時も、あ私は今アイドルやってるんだっていうのがすごく私にとってすごく快感でした。もちろんそれはすごく思いますよ。なんかやっぱり私乃木坂のこと大好きだなって思います。いろんな人と出会えて、いろんな景色が見られて、うん、乃木坂に入ってよかったなって思ってます。初期に同い年に入った中3組っていう関係性はなんかすごい自分の中でも大きくて、まあ、本人にも言ったんですけど、なんか姫たんが卒業することで自分の中の第一章もなんか終わった感じがするっていう、乃木坂の中で、うん、それぐらい姫たんはすごい大きい存在ですね。とにかく自分のために生きてほしい。自分のことを考えてほしい、幸せになってほしい。本当に自分の好きなことだけをして生きていってほしいなって思います。幸せになってほしいです。君は僕と会わない方が良かったのかな、なんて思う。夕暮れの街、人混みに紛れ、背中丸めて歩いた。幸せにできなかった不甲斐なさに、今日の僕は凹んでる。47番、中本ひめか、中学3年生の15歳です。私は歌とダンスが大好きです。そして目力には自信があるので、私と目が合った人みんながキュンキュンしちゃうようなキラキラしたアイドルになることが私の目標です。今日は乃木坂46メンバーの見立て会だよ。本当だ、お兄ちゃんが姉ちゃんがいっぱいいるね。サルさんのおしねんは誰？恥ずかしいよね。ありがとうございます。次までにもうちょっとマシな特技用意しておきます。30番、中本ひめかです。それでは今からアイドルになりきって自己紹介します。はい、甘えん坊で寂しがり屋な高校1年生16歳の中本ひめかです。ひめたんって呼んでください。回り道したかもしれない、僕よりもっと大人の誰かと恋をしてた。ひめたんはザ・アイドルな感じがするじゃないですか。アイドルっていう存在そのもののなのかなって。誰よりもアイドル。3列目15番。
私にとってですか。全てでした。なんかここにいることで、なんかこうすごく姫たんここにいていいんだよって認められている気もしましたし、なんだろうな、居場所でしたね。こう本当に生活の軸が乃木坂になってて、確かにそれで諦めたこともありましたけど、それでも私はその選択を間違ったとは思ってないですし、振り返ってみて、あ、私本当に乃木坂のメンバーでいられて本当に良かったなって思ってます。せーの、乃木6年間本当にお世話になりました。アイドルでいられて幸せでしたよ。本当にありがとうございました。またね、ビーン。